私、バレン大光、恋する乙部、17歳の女子高生。今年こそは大好きなたっちゃんにチョコレートを渡して告白するんだから。太鼓ちょっぴり不器用なところあるけど頑張っちゃうぞ。バレンタインで当日に間に合った。何回か失敗しちゃったところもあるけど、太鼓が丹精込めて作ったんだから、これでたっちゃんも喜んでくれるはずよ。たっちゃん、ずっと前から好きでした。付き合ってください。誰かに見られたらどうすんだよ、恥ずかしいだろ。ね、でもたっちゃん、太鼓一生懸命作って。うるさい。それに僕はもう13歳だぞ。子供っぽいミルクチョコレートなど食えるか。大人な僕はもうビターチョコしか食べないんだよ。たっちゃん。じゃあな。あ、待って、たっちゃん。諦めたらそこでバレンタイン終了じゃよ。誰？フォ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 。わしじゃよ。チョコレートの神じゃ。チョコレートの神。そうじゃ。一部始終見させてもらったぞよ。君はブサイクじゃが、恋にまっすぐで美しいほどに一途なブサイクじゃ。君にこのチョコレートの神直々に、大人ぶったクソガキも黙る革命的ビターチョコの作り方を教えてしんぜよ。それでは早速準備はよろしいか。レッツクッキング。まずは材料の紹介じゃ。これがなくては始まらんの。チョコレートじゃ。ま、待ちなさいよ。たっちゃんはビターのチョコしか食べないって言ってたのよ。これはミルクチョコレートじゃないのよ。これを使ったんじゃ甘ったるいチョコレートになってしまうじゃないのよ。ママ分かっておる、ブサイク落ち着け。わしはチョコレートの神じゃぞ。チョコを苦くする術も心得ておる。甘いチョコでもこれさえ使えば簡単にビターチョコにできるのじゃ。さあ全国のパティシエ、目から鱗を落とすがよい。使う材料とはこれじゃ。任天堂スイッチのソフトじゃ。はあ、あんたバカ、ふざけてんの。ふざけてなどおらん、大真面目じゃ。任天堂スイッチのカードリッジにはの、子供たちの誤飲を防止するため安息抗酸デナトニウムが使用されておるのじゃ。つまり舐めると苦い。だからこれに甘いチョコレートをコーティングすれば、あっちゅう間にキッズ喜ぶゲーミングビターチョコの完成というわけじゃ。じゃあさっさと行くぞ。テンパリングしたチョコレートをカートリッジにコーティングじゃ。あと今回チョコが余ったので、ついでにジョイコンにもコーティングしてしまおう。あとはこいつらを冷蔵庫で冷やせば完成じゃ。そしていざ実食じゃ。市販のチョコレートの上品な甘さの奥に、口に入れてはいけないと本能的に感じさせる人工的な苦味を感じるわ。しかもそのカートリッジは半永久的に苦いので、一度だけでなく何度も繰り返し使えるので、エコじゃな、今時じゃ。なんだか私いけそうな気がしてきた。これ持ってたっちゃんの家に突撃してくる。フォッフォッフォッフォ、青春しておるな。バレンタインとは良いものじゃ。ニュースをお伝えします。昨晩、自称女子高生32歳の女が住居不法侵入罪で逮捕されました。
2月14日、A 県 B 市在住、独身、バレン太鼓32歳容疑者は、同市の住居に無許可で侵入したことで、家主から110番通報を受けています。バレン容疑者は覚醒剤のようなものを所持しており、侵入した家に住む13歳の子供に食べさせようとしていたところを駆けつけた警察官に取り押さえられました。バレン容疑者はこれに対し、チョコレートの神がやった、私は JK だ、たっちゃん大好き、などと意味不明な発言を繰り返しています。警察は薬物不正使用の疑いも視野に入れながら、精神鑑定を進めています。では次のニュースです。上野動物園に新しいパンダがやってきました。中国から密輸されたこのパンダは、心身